はい、どうも、じゅんです。今日なんですけども、前だからちょっとヒートを、ね入れ始めて、トレーニング前にで、これ週3ぐらい、やるようにって山本さんから指示出てるんですけど、今日は僕のヒートのやり方を、ちょっと説明していきたいなと思います。ヒートって5分以内で終わっちゃうの。5分以内で終わるのに、普通の有酸素の脂肪燃焼効果が何十倍だっけ、10倍だっけ忘れたけど、効果があるっていう、めちゃめちゃ時短で効率のいい、有酸素っていうかね、です。で、これをトレーニング前に入れます。トレーニング前にやって、そこから脂肪燃焼効果がずっとしばらく30分ぐらい続くらしいので、トレーニング前にやって、トレーニング中にさらに脂肪燃焼効果を高めるっていう意味でやります。やり方なんですけど、よくねオーソドックスで言われてる田畑式っていうのがあって、20秒本気で動く、動き方はいろいろ坂道ダッシュなのか、バイク本気で漕ぐのかとか、いろんなバリエーションがあるんですよね。バーピー入れてなんかサーキットみたくして本気で動くとか、いろいろパターンはあるんですけど、僕はこのマシン使っております。で、僕の場合は坂道ダッシュしているような感覚で、傾斜をちょっとつけて、そのスピードで18とか19ぐらいで、本気ダッシュします。ただ強度がめちゃくちゃ傾斜つけると高いんで、結構ねハムストリングスとかケツに疲労が結構たまります。なんで毎日やるとちょっと危険なんで、週1日おきとか週3ぐらいがいいかなと思います。で、昨日足トレめちゃくちゃやって、チートデーもして、絶賛足が半端じゃない筋肉痛なんですけど、昨日チートデーしたんで、今日はあえてやっていきたいなと思います。これは繰り返してくる、繰り返してやっていただけると大丈夫です。これ僕の場合だと傾斜3で18、9でやるとめちゃめちゃ強度高いんで、20秒ダッシュ10秒レストが基本的なんですけど、15秒ダッシュの15秒レストで8セットやります。
5セット目ぐらいからケツが、ケツとハムがやばく割れそうだ。入って、今日、サムラ、お尻、狙いと昔は 400m ダッシュさせられた時みたいな、あれ、血液停止さ、呼吸もやばくなんじゃん、あの痛みだ。僕は傾斜3のスピード19、最後にちょっとだけスピード18.5かに下げちゃったんですけど、これで8セットやってます。で、基本的なオーソドックスは20秒ダッシュ10秒レスト。終わってしばらくしてからの燃える感じすごい、燃えてるマジで。なんで有酸素ね、40分50分やる時間ないって人とか、ちょっとだらだら長くてやりたくないなって人はこのヒートおすすめです。5分以内に終わるんですけど、ただめちゃくちゃきつい。ぜひ試してみてください。Somebody I can call my